おはよう。こんにちは。こんばんは。いつ見てるかわからないので挨拶を全部したよ。皆さん、年が明けて2021年年末年始はどう過ごしていたかな。年末といえば笑ってはいけない24時ガキの使いやあらへんで、紅白歌合戦などの特番がたくさんあります。はい、俺はやっぱり格闘技、格闘技といったら昔アンディ・フグとかカクタとかムサシとかピーター・アーツ、フランシスコ・ザビエル、あ、サンフランシスコ、いや、フランシスコ・フィリオとかね、 K-1 が紅白歌合戦に負けじと劣らんぐらいの視聴率を誇ってた。 K-1 があの時代一世風靡した。だけど今もその K-1 もね、終わってしまったんか廃れてしまったんか、見る影もなくなったけれども、そしてまあ形は変わってしまったけど、なんて言ったってライジン、そう、僕らが柴田ね、また次違う動画でもこう言わしてもらうねんけど、動画ね、もうずいぶん昔から頻繁に見てます。はい、頻繁にね見てます。同じ動画でも見てしまうぐらい、瀬戸康史やらなんやらかんやら、あの人の動画は本当に面白い。ということでね、今日は、柴田、あのね、結論から言ったらすごい感動した。全 YouTuber さんの味方になったというか、あのね、あれを見て YouTuber さん励まされた人いるんじゃないかな。俺はものすごくね、心があったかくなって、そして何クソやれ言うてね、熱くもなれた。応援する側としてすごいすごいドキドキハラハラ、そして熱くなれた試合でした。はい、なんと勝ちましたね。ね、今インターネットじゃそのタップしてたタップしてないやらでちょっとややこしいこと言うとるけど、普通に見とってわかるわね。普通にシンプルにタップしてるからね。はい、大体人間でこう負けた時に言い訳するけれども、うん、言い訳したかったやろね。せやけどまあ何はともあれね、試合はその審判レフェリーがね、勝ちっつったらもう勝ちなんで、はい、判定が勝ちって下ったら勝ちなんで、だからね、すごいね、初めて出て勝った。しかもあれでしょ、立ち技のプロでしょ、あんなマサト2世。確かにね、総合格闘技にしてヒロヤ先生は素人や言うてあったけど、だそう考えたらね、経験者の柴田に軍配が上がるんかもしれんけど、それでもあんだけね、最高なコメディアンとして、パフォーマンスをね、すごいなんか派手にしてて、あれを本業として優勝にやられたら、それはね、まあ、恥ずかしいっていうヒロヤさんの気持ちもわからなくもない。ってな感じで、さっきも言ったけど、違う動画でもね、ちょっとあげるけども、柴田さん、めちゃめちゃ見てます。だから、俺はこれからも柴田の動画を見続ける。柴田は多分ね、パチンコをするんじゃないかな。うん、ちょっとね、あまりにもこう、好きなことを喋ってるからね。さん付けとかさん付けじゃなかったり、ちょっとバラバラになっちゃったけれども、でも柴田さんは、すごいね、ほんまに。歳もそんなに変わらへんねんけどね、そりゃ3もつけるわな。はい、全てにおいてね、自分より上だからね、やっぱこう一目も二目もこう置いてるとこはあるわな俺は。うん、これからもね、多分パチンコをし続けるんじゃないかなと思う。みんなはね、結構格闘技言うけど、多分ね、格闘技もそこそこにやっぱ YouTube という本業をやり続けていくと思うんでね、パチンコ含めてね、いろんな人の悪口をね言っていくと思うんで、僕のね、彼のね、YouTube、そして悪口、聞き続けてね、高評価をしながら、たまにコメント書いて、柴田をね、追っかけていきたいと思います。柴田。